フランス遠征中の田口寛太騎手イコール栗東、大橋悠希厩舎イコールが8月4日、同国で初騎乗した。ルリオンダンジェ競馬場 MER の一般レース、芝 3000m で桜ちゃんとコンビを組み、積極果敢に花を奪い3着、9頭立てに粘り込んだ。7月末から約2ヶ月の予定で武者修行。出国前には、1秒も無駄にしたくない、と意気込んでいたデビュー2年目のヤング